奥さん、そういうわけでどっこも蕎麦屋開いてなかったっす。下調べしないのが悪かったですね。いや、そうですね、下調べしなかった僕が悪いんですけど、どうしましょうか。この道を行けばどうなるものか。これは行けよ、行けばわかるさ状態ですけど、一応結び屋園さんでおにぎりを買ってたので、まあまあ食うものはありますけど、なんか店ありますかね、この先。とりあえず道の駅寄ってみようか。なんかありそうじゃない？道の駅ってどこだっけ？道の駅で買う。道の駅だから美味しいですよ。はい、道の駅のご飯です。ここでしょ、この道の駅。ちゃったっけ、確かこれ道の駅なんでね。ちょっと寄ってみましょう、道の駅に。道の駅ではないですけど、普通の物産館。ああ、物産館な。ああ、そうですか。南小国物産館。インターネットレディオ Good Air ドコン、熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村。これ道の駅なんでね、ちょっと寄ってみましょう、道の駅に。道の駅ではないです、物産館。あ、物産館だ。あ、そうですか。南小国物産館。南小国の物産館、ビオラカーさん、行ってみよう。あー、よかった、6時までやってんだ。ちゃんと観光案内所もあるね。馬刺し、すげえ、これこんなに温泉あるの。こんなに温泉あんだ。チャージーブリュレ、これうまそうだな。おお、よくトイレとかに置いてあるやつだ。お、クラフトコール。九州クラフトコールか。いや、ちょっと飲んでみたいけど、高えな。わらび餅。うまそう。ゴーヤ70円、安っ。ニラもこれで60円、安いな。クラフトコーラとよもぎ餅がなんか気になったんです。キオラのお出汁、どうします、飲むヨーグルト買っときます。私はいい。じゃあ俺ちっちゃいの買おうかな、これ飲もうかな。すげえ、鬼滅のウォーターボトルとか売ってる。お、なんか気になるのあった。赤牛、あ、赤牛キオラハンバーグ。まあ今日販売終了だから、これ飲食店のなんか自慢の料理と写真がずっと載ってんのね。こういうのもっとあったら、薪の販売もやってんだ。そう、溶岩売っとるわ、溶岩。
大噴火で流れ出した溶岩。はあ。わ、軽っ。めっちゃ軽い。面白いね。授業用に欲しい気はするね。はい、では物産館で買ってきた阿蘇小国ジャージー飲みヨーグルト、いただきます。ジャージー牛乳だけでもすごく濃いもんね。では、ねっとり濃いわ。めっちゃうまい。 Thank you for your listening. Good Air Docal. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。